とんど何もやってないよ。皿とか鍋とか洗って、米研いだじゃないか。包丁を動かすんじゃなくて、材料の方を動かすんだよ。ちゃんと抜けてるもん。ケイ、私は大丈夫だから放っておいて。人に向けるのはおよし。いけないいけない。ちょっとケイ、大丈夫だったかい？ちょっとケイ、何をぼーっと見てるんだい。サクヤさん、ほら、そっちの手をお出し。ないけど、それほど深いってわけでもなさそうだね。大丈夫そう？そうだね。
食事の支度の途中でつまみ食いするのは普通によくあることだよね。このままじゃ絆創膏も貼れないだろ。確かにそうなんだけど、だからって別に舐めなくっても水道だってあるんだし。そんなのもったいないじゃないか。え？つまみ食いって言っただろ。私らみたいな穢れの民には刑に流れる贄の血は何にも代えがたいご馳走なんだよ。それだけ K が魅力的だったってことだよ。私がっていうより私の血がでしょ。だいたい血なんて本当に美味しいの？ほら、私塩辛いの好きだし。あれ、泣くほど痛かったんですか？絆創膏です。ありがとう、つづらちゃん。どういたしまして。ところでお姉さん、どうしたんですか？なんでもない。それにしてもさ、ケイ、何？私的には切ってるのが大根の時でよかったよ。なんで？生魚扱ってる時だったらさすがに私も引いただろうね。なんだか知りませんけど、魚は匂いが移りますからね。1ヶ月ばかり早いですけど、これでお団子があればまあまあお月見ですよね。だよね。月は綺麗だし、本物のススキは時期じゃないけど、おばなちゃんの尻尾があるし、ちゃんと一本ついてるしね。なんならお酌もしてあげるよ。それには心惹かれるけどね。酒瓶を取り上げられそうな気がするから遠慮しとくよ。それに立った方が月が近くに見えるんだ。大
して変わらないよ。まあまあ、ケイお姉さん、月は年間約5センチずつ地球から遠ざかっているそうですから、きっとサクヤさんは昔の月を見ているんですよ。じゃあ昔はもっと近かったんだ。そうですね、ざっと76億年前には地球とくっついてた計算になりますね。あ、すっごく嘘っぽいかも。当然ですよ、地球誕生は46億年前だそうですから、そんなことはありえません。スケール大きい話だな。それでサクヤさん、実際のところはどうなんですか？ああ、まあそれでもいいんだけどね。実際昔を懐かしんでたわけだし。にしてもこうして見上げると綺麗なんだけど、実際はかなりのアバタズラなんだよね、あの女神様は。アバタ？ははあ、なるほど、アバタズラとはまた絶妙な。つづらちゃんは分かったの？コペルニクス、ティコ、ニュートン、プトレマイオス、アリストテレス。学者さん。間違いではありませんけど、適切な回答でもありません。次のヒントはペッタンペッタン。月のうさぎはお餅つき、ちなみに今宵は子持ち月です。もしかしてクレーター？ご名答です、お姉さん。ちなみにクレーターには天文学者の名前が付けられているんですね。平らで綺麗なところには静かの海や夢の湖、虹の入り江に腐敗の沼なんて詩的な名前がついてたりするんですけど。腐敗の沼はあんまり詩的とは言えないと思うけど。とはいえ、やっぱりアバタもエクボってわけにはいかないみたいですよね。まあそうだろうね。天下りした神様だってアバタの月より花咲く地球がいいって。月は振られちゃったんだ。そういうことさ。あれ、それってもしかしてこの花の咲夜姫と岩永姫のことですか？はい、咲夜さんがお姫様？違う違う、神話の登場人物だよ。題して人間の寿命が短くなったわけ。神話ってまた。古事記ですよ、基本ですから。ですね、大山積みの神という山の神様にはたくさん子供がいるんですけど、その中に咲夜姫と岩永姫という姉妹がいるわけです。ちなみに姉の方が岩永姫です。咲夜姫はとても美人さんでしたので、地上を治めにやってきた天照大御神のお孫さんが一目惚れして求婚するんですね。求婚された咲夜姫、自分では答えられないのでお父さんに聞いてくれと返すんですけど、これまたお父さんが大乗り気で。玉の輿だもんね。それでお父さん、咲夜姫だけじゃなくてそのお姉さんの岩永姫まで一緒に送り出したりするわけです。贈り物もどっさりつけて。
岩永姫はトンボ帰りで送り返されてしまうんですね。返されちゃったの？返されました。それって咲夜姫だけを大切にしたかったからとか？いえいえ、そんな殊勝な純愛話ではないのです。単に岩永姫が要望的にチャレンジされている人だったからなんですね。は？チャレンジ？ま、今のは政治的に正しい表現を試みただけでして、実際のところは意図醜きと表記されてます。そこでフォローがあったりしないかな？一応健康のために好き嫌いしてはいけません。嫌いなレバーも食べましょう的な、あまりフォローになってないフォローならありますよ。お父さんの山の神様が言いました。岩永姫をそばに置けば、雨が降っても風が吹いても岩尾のように長く変わらない命を得られるでしょう。咲夜姫をそばに置けば、桜の花が美しく咲くように繁栄するでしょう。だから二人を揃えてお送りしたというのに、岩永姫を返してしまった。あなたとあなたの子孫は繁栄すれども散り急ぐことになるでしょう。とまあそういうわけで、面食いがたたって短い寿命を定められたと、つまりはそういう話です。へえ。それにしても咲夜さん、どうして月から岩永姫の話に飛ぶんですか？姉妹がついであるように、月と花とがついだからさ。だから我らが岩永姫は月に相当するんだよ。ついって月見で一杯と花見で一杯？例えばこいつは百薬の長にして、迷えるシュートに真理を授けてくださるありがたい悪党なんだけどね。過ぎたるは及ばざるが如しだよ。薬と毒は紙一重なんだから。毒なら毒で食らおば皿までさ。そんなことより、今朝した落ち水の話は覚えているかい？不死の薬を燃やしたから不死の山って話？かぐや姫だっけ？さすがお姉さん、ダジャレの部分はしっかり覚えてますね。部分はって、つづらちゃん、なるほどなるほど。古今東西さまざまな話で、月と不死とは切り離せない関係ですね。それで岩永姫と月と結びつくわけですか。ああ、結びつくといえば、岩永姫は縁結びの神様として祀られてますけど、お姉さん、縁結びといえば何を思い出しますか？の赤い糸？